皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲は、今日は若い人の曲になっちゃいますよ2020年の5月11日に先行配信リリースされました、バウンディさんの怪獣の花歌にチャレンジしてみたいと思います。はい、こちらはですね、バウンディさん自身1作目のアルバムストロボの収録曲で、2020年の5月11日に配信限定リリースされたという、これ流行って今でもねチャートインされてますよね。すごいんですよ、バウンディさんってさ、 YouTuber なんで、すごいね、166万人いるの登録者数。ちょっと1万人ぐらい欲しいよね松かなチャンネル登録すごいよね。いやーすごい、でもやっぱ若い人たちはパワーがあるよな、バウンディさん。はい、現在ねバウンディさんは24、3歳、2000年生まれだよ、6月6日、総再生数8億回だって、もう桁がわからない、すごすぎちゃって、いろんな曲をもうだから今、ね、CD で出さないんですよ、配信のみみたいなね、 SDGs みたいな、すごいな違うなんか知ってる言葉並べてみましたみたいな、怪獣の花歌にチャレンジしてみたいと思います。聴いてください。思い出すのは君の歌か、今よりも鮮明だ、どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ、思い出すのは明日も元気に松かなチャンネル。